皆さんこんにちは。今回も安価で面白いゲームを紹介していくぞ。このチャンネルでは個人的に遊んだ中でおすすめする安いゲームを簡単に紹介するチャンネルになっています。今後も様々なゲームを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回紹介するゲームはこちら、カートです。新感覚パズルゲーム。世界を動かして冒険していきます。体験版もあります。開発元はサンヘッドゲームスで、台湾のゲームソフト開発チーム。たった二人で開発しているそう。BGM もすごくよく、サウンドトラックも売られています。ボリュームは約10時間もあればストーリーはクリアできると思います。価格は2050円となっています。少し頭を使うパズルゲーム、解けた時の楽しさがすごいです。本当におすすめするゲーム。レビューも圧倒的に好評となっていて、これには私も納得のレビュー。一つだけ言うと日本語がやや不自由。ちょっと何言ってるかわからないですねってのがたまにある。まあ、とりあえずゲーム画面に行きましょうか。ストーリーはクリア済みです。他にシークレットという隠し要素もあるんですが、それは完全制覇できていません。ちなみに音声はありません。あらすじを簡単に言うと、このおばあちゃんが神的存在で世界を作っています。こうやって世界のパズルを動かすと、世界も動きます。これには少女もびっくり。で、おばあちゃんが寝てる時に少女が、興味本位で世界のピースで遊んでしまいます。なんでこの組み合わせしたのが謎ですが、自分たちが乗っている飛行船とライオンを合わせてしまいます。飛行船の周りは嵐になってしまい、女の子と世界のピースが飛ばされてしまいます。世界のピースがバラバラになってしまったので、世界もバラバラになってしまいました。この世界にはもちろん住人がいて、バラバラになってしまったままでは困ってしまいます。女の子はこの世界を冒険しつつ世界のピースを集めることになります。このゲームはこの世界のピースを動かしてつなぎ合わせていきます。世界に散らばったピースを見つけてつなげて冒険していきます。うまいことつなぎ合わせて進んでいきましょう。無条件につなげられず、海なら海、道なら道と条件が合えばつなげれることができます。この白く光ってるのが散らばったピース。見つけたらつなげてみましょう。第一住民発見。住民の会話をよく聞いてあげてください。そこにたくさんのヒントが隠れています。例えばこのおっさん、世界がバラバラになってしまったため迷子だそうで。会話を聞いてみると、家は草原の東側海沿いにあると言っています。地図を動かして条件を合わせてあげると、家が現れました。落ちているピースだけではなく、条件を揃えることで現れる世界もあります。道中カーナートという女の子と出会います。今後このカーナートと一緒に冒険していくことになります。カーナートと出会いや目的などはご自身で遊んで確認してみてくださいな。カーナートと船で次の島に行くことにします。まだまだ世界はバラバラのまま。冒険はこれからです。ピースの種類も増えてパズル要素も強くなっていきます。2から3箇所ぐらい頭を悩ませた部分はありました。この男の子から羊を探してくれと頼まれます。スノーフラワーの中心にいると言われるんですが、白い草みたいなのを囲ってあげることで新しいマップが誕生します。今後はこのように条件で出てくるマップが多くなっていきますので、しっかり住民の声を聞いてヒントを逃さないようにしましょう。この先まっすぐ行ったら橋との看板。こっちは曲がりくねった道の先にテントがあるみたいです。なのでまずまっすぐの道を北に伸ばしてみましょう。そうすると橋が現れました。もうお分かりですね。南に曲がりくねった道をつなげてあげましょう。そうするとテントが出てきました。
ヒントはどこかに必ず隠されていますので、わからない時は世界を見渡してみましょう。ゆっくり考えてパズルを解いていくのが楽しいゲームですので、極力攻略サイトなど見ずにプレイすることをお勧めします。この先も動画撮ってはいるのですが、パズル要素のネタバレになるため控えたいと思います。とにかく主人公の女の子も可愛いですし、買って損はないゲームですのでぜひやってみてください。ストーリークリアするとチャプターセレクトができます。全部で16のチャプターに分かれています。シークレットアイテムが6つありまして、それらを取得するとどうなるかは今探索中です。面白く2日間でクリアまでやってしまいました。何かゲームをお探しの方、こんなパズルゲームはいかがでしょうか？きっとハマること間違いなしですぞ。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。